We'll be starting in just a moment. はい、おはようございます。今日はですね、僕のホームエリア京丹後の、ここは京丹後市網野町に行っています。秋のですね、エギングのハイシーズンということで、今日来たんですけども、今年数は多いんですけど、ちょっと型はねちょっと小さいんですけども、もう10月になって、言い方も出てきたりもしてるんで、今日は、相棒の EGWR とエボリッチに活躍してもらいたいと思います。そしてあの今日はね、道具の説明は前回ちょっといろいろさせてもらってるんで、今日は釣り方だったり、どういったところにアオリイカがこの時期つくのか、そのイカに対するアプローチ、この辺をねちょっと解説していこうかなと思いますので、はい、では早速行ってまいります。基本的に浅いところなんで、シャローモデルで、ちょっとダメだったらちょっとサイズ落としてベーシックにしてみたり、そうですね、コロコロ変えてヒットカラーがあれば探していくような感じで、基本今日あんまり天気がないんで、ちょっと暗めのカラーというか。よっしゃ、来ました。今のラインスッと緩んだんでね、このまま一気に合わせた感じですけど、元気よく今当たってきましたよ。一気にラインバーンと持ってたんで、それをすかさず合わせる感じですけどよっしゃ、調子出てきたんじゃないの。今のね、もう明確な当たりでしたね。ラインパーンと戻ったのかな、もう一気に切符を持って入るような鋭い当たりでしたね。アキイカの元気な証拠ですよ、これ。よいしょ、はい、エボリッチ初代カラーでオレンジマーブ、発想になって、ソウル対象に入ったら、ラインから目を離さずに、データなんかと、評価はついてきますよ、こういうこと。もう本当に、刺激一層というか。同じ立ち位置であっても、その、キャストするポイントですね、もう、ちょっと変えてみて。例えばこっちで釣れたんであれば、次はもうちょっとずらして、ずらして、ずらしてっていうような感じで。で、 できればその潮島から釣っていければ、イカって墨吐くんで、墨がどんどんこう流れていく。で、潮神から釣っちゃうと潮島にいるイカが、釣れないというよりも釣れにくくなっちゃうような感じだね。警戒心与えちゃうんで、まともに釣いたら、今日なんかだったらそんなに高く跳ね上げるとあまり食いついてこないんで、軽く3、4回ぐらいちょっとアクション入れてやって、ベタ底を取るって言うて、そこにずっと保持しちゃうとやっぱ根がかかるんで、着底即アクションっていう感じで、本当は今ベーシック使ってるんですけど、実はシャローは使いたいんですけど、シャロー使っちゃうとね、今日ちょっと潮が早いんで、その自分の狙ってるポイントから外れてしまう、流されてしまうというか、でベーシックで、狙ったポイントからなるべく外さないようにちょっと今組み立ててるような感じなんですけど、はい、防波堤の方に移ってきました。ここさっき行ったところから、すぐ近くなんですけど、防波堤はね結構水深もあって、でここも周りねちょっとポツポツとこう磯に囲まれてるようなポイントなんですけど、で春もねここ
大型が出るポイントで、まあ、産卵場プラス秋の数釣りみたいなポイントですね。ああ、あいつずっとついてくるんで、ね、まあまあいいサイズですよこれ。ただ見てるだけでなかなか乗ってこないですねこれ。で自分のねこの居心地のいい場所からあんまり抜けてこないんですよ。ね、ついてくる。まあこれちっちゃい方なんですけど、もう一つ大きい方がねおったんで、ちょっとこう巻き合わせでやってやると綺麗に乗ります。やっぱりサイトのね楽しさというか、あとまあサイトはやっぱり勉強になるんでね、でもあのどういう風にイカがね営業を抱いてるかとか、どういう感じで襲ってきてるかとか、そういうのもね分かるし、中にはね楽しい瞬間もあるんですよ。あのイカがね2杯ついてきたと思ったら、その2杯が喧嘩して出してね、イカをがあのもう営業を奪い合うという楽しいシーンも見れたりするんで。ほら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 、よいしょー、釣れたおお元気、めちゃめちゃ元気おお、よいしょ、おでかでかでか、このサイズが来たぞやったこの時期にしてはなかなかこれが目の前で釣れるってこれ最高っすよこれこれそのサイズがほんま楽しいっすよほんま。やったー、今ねもう下からしゃくり上げてきたね、ごっつい勢いでついてきてね、最初ちょっと躊躇してたんですけど一気に抱いてくれました。いやー楽しいはい、お疲れ様でした。今日はですね、秋のエギングということで、まあ、僕のホームエリアの丹後半島、の西側になるんですけどね、ちょっといろいろ弾丸してみました。でまあ、やっぱり、ね、朝一結構バタバタっと釣れたんですけども、まあ、釣れたと言ってもやっぱり、どういうのかな、若干渋めで、ある一定のパターンじゃないと、エギを触ってこないっていうコンディションでしたけども、まあ、それでもね、2箇所目かな行ったところでは、まあ、サイトでね結構いいのも出たり、エギを抱く瞬間だったりね、いろいろ楽しめたと思います。まあ、それと、まあ、今回の、まあ、使用したタックルなんですけども、まあ、エボリッチについて、まあ、今日だったらちょっと深いところとか、あと潮の速いところっていうのをメインに、やったんですけども、なんで今日は、まあ、シャローモデルというよりはどちらかといったらベーシックモデルですね。でちょっと、早く沈めたり、ちょっと水中の中で安定させる、うん、動きっていうのを、今日は、していたので、今日は、ベーシックっていうのがよくハマりました。で、まあ、ロットですけどね、ロットも EGWR、こちらの S79M のソリッドメインに、使ったので、ちょっと風とかでね、こう煽られるような、時でも確実にこうティップ側の当たりを伝えてくれる、うん、そういうロットになってますので、まあ、皆様もぜひこちらを持って、ギングに出かけてみてください。はい、ですね、まあ、手軽にできるエギングなんですけども、まあ、海のライトタックルを用いた、釣りとしては、まあ、近年、流行ってて、かなりの、ね、数の、釣り人が、海の方を訪れると思うんですけども、ちょっとね、最近懸念されているのがやっぱりマナーの問題なんです。で、やっぱね、ゴミとかは、まあ、持ち帰るのは当然なんですけども、まあ、駐車場の問題だったり、あと漁港で釣りする場合ですと、やっぱ船の往来とかがありますので、まあね、投げっぱなしとかもう絶対しないように、もう船が来たら回収する、まあね、スクリューにラインをね巻き込まれて漁師さんたちのね迷惑にもなりますので、はい、その辺をしっかり守って楽しくエギングをしていきましょう。